あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ前に行くのはどの馬か。3番前に行きそうです。続いて4番、その外から7番、その隣に6番、1番すぐ後ろピンクの帽子、8番、その後ろしんがりから5番、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度3番、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身4番それに続きます。白の帽子1番、その後ろすぐ隣に6番、その横に8番、7番、この馬もこのグループ、しんがりから5番、前の方からもう一度見ていきましょう。3番、依然として先頭、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭は依然として3番、2番手は1番、1番、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。先頭変わって4番、先頭、2番手は1番、懸命に追いすがります。4番、頑張る。4番、先頭、残り 200m、 4番、先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は7番、4番、この馬で決まりか。4番、今ゴールイン、段違いの強さです。4番、1着2着は7番、勝ったのは4番、このレースを制したのは4番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。6番、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。3番、前に行きそうです。これに続いて6番、内からは1番、その隣に5番、その横に7番、8番、この馬もこのグループ、内からは4番、最後方に2番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、前は6番、2番手は3番、1番、いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は6番、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は8番、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。残り 100m、 8番、先頭、2番手は1番、8番、先頭だ。8番、ゴールイン。8番、1着2着にはどうやら1番、8番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。3番、前に行きそうです。これに続くのが4番、
5番すぐ後ろ、その隣に2番、その外から7番、ピンクの帽子8番、その後ろしんがりから1番、各馬雨の中をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。3番依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いて5番、4番すぐ後ろ、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から先手を取ったのは3番、その後ろに5番、さらには6番、オレンジの帽子7番、その後ろすぐ隣に8番、4番、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から3番先手を取りました。その隣に5番、その横に6番、8番、この馬もこのグループすぐ隣に7番、その横に1番、4番、この馬もこのグループ最後方に2番、各馬雨の中懸命の力走です。もう一度先頭に戻りましょう。3番依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続くのが5番、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ3番5番、ほとんど差がありません。1番、交代1番、大丈夫か。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭は5番5番、先頭2番手は7番、懸命に追いすがります。5番先頭、5番先頭、2番迫る、大外から一気に2番、5番、2番1着、2着にはどうやら5番、2番、見事このレースを制しました。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。8番前に行きそうです。1番それに続いています。さらには4番2番、その後ろ3番、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から見ていきましょう。8番先手を取りました。1番すぐ後ろ青の帽子、4番、その後ろその外から7番、内からは2番、5番、すぐ後ろしんがりから3番。各馬雨の中をかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から。8番先手を取りました。1番それに続きます。4番すぐ後ろ並んで6番、2番、この馬もこのグループ、その外に7番。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。8番先手を取りました。さあ先頭はまだ8番、1番ほとんど差がありません。4番3番手1番いい位置、果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は1番、内からは4番、8番、その後ろ4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は4番、先頭残り 200m、 4番先頭だ。しかし残りわずか、4番粘る、一気に7番1着、2着にはどうやら4番、勝ったのは7番、このレースを制したのは7番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。8番好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。やはり逃げるのは8番、続いていくのが3番、その外から7番、並んで5番、2番、この馬もこのグループ、すぐ隣に4番、その横に6番、しんがりから1番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から。8番依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その後ろからは3番、すぐ後ろに5番、さらには2番、その隣に7番、6番、すぐ後ろしんがりから1番。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ8番。ここで先頭が入れ替わりました。3番、8番、2番手に控えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。3番先頭、差はほとんどありません。2番手は8番、追いすがる。7番頑張る。3番先頭、5番先頭、残り 200m、 5番先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。7番迫る、大外から一気に7番、5番、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い何が行くんでしょうか。7番前に行きそうです。2番それに続いています。さらには1番、5番、その後ろ4番、どうやら後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。7番先手を取りました。その隣に5番、その横に2番3番、この馬もこのグループ。すぐ隣に1番、その外に8番、しんがりから4番。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から7番先手を取りました。1番それに続きます。黒の帽子2番、その後ろすぐ隣に3番、内からは6番、青の帽子4番、その後ろ 1000m を通過しました。これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。7番先手を取りました。すぐ隣に8番、1番すぐ後ろ黒の帽子2番、その後ろすぐ隣に3番、すぐ後ろに6番、青の帽子4番、その後ろ各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として7番8番、ほとんど差がありません。1番3番手1番、いい位置です。先頭を捉えにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって8番8番、先頭2番手は1番、先頭を捉えるか。ここで先頭に立った。3番3番、先頭2番手は8番、あと 200m、 3番先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は8番、3番1着、3番1着、2着にはどうやら8番、勝ったのは3番、このレースを制したのは3番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。8番、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく8番行きました。続いて前へ行くのは1番、さらには5番、3番、その後ろ7番、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは8番、並んで5番、すぐ後ろに1番、さらには6番、その後ろに3番、その外から4番、その隣に2番。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。では前の方から先手を取ったのは8番、5番、この馬もこのグループ。1番、すぐ後ろ、その後ろに6番、さらには4番、内からは3番、最後方に7番。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から5番、一気に先頭に立ちました。ピンクの帽子8番、その後ろ1番、すぐ後ろ、その後ろに6番、オレンジの帽子7番、その後ろ、その外に4番、最後方に2番。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然として5番、8番、ほとんど差がありません。1番3番手1番、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は8番、さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭は8番8番、先頭2番手は8番、残り 200m、 先頭は1番1番、先頭です。このまま押し切るか。8番追いすがります。内から一気に8番1番1番、1着2着にはどうやら8番1番、見事このレースを制しました。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い何が行くんでしょうか。7番前に行きそうです。1番これに続きます。並んで5番4番、この馬もこのグループ、すぐ隣に3番、その横に8番、最後方に2番。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から7番、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前は7番、2番手の6番、先頭を捉える�勢いです。4番3番手1番、この位置は果たしてどうでしょう。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。ここで先頭変わりました。先頭は6番、先頭、残り 200m、 6番先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は5番、6番先頭だ。6番1着、6番1着、2着にはどうやら5番、勝ったのは6番、このレースを制したのは6番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さて何が行くのでしょうか。4番前に行きそうです。これに続くのが2番、内からは3番、1番、すぐ後ろ、その外に7番、最後方に6番。各馬がパークの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その外に8番、さらには3番、前は4番8番、ほとんど差がありません。3番3番手1番、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は7番、先頭、2番手は2番、残り 100m、 7番先頭、2番手は2番、先頭は7番、1着でゴールイン。7番1着、2着にはどうやら2番、勝ったのは7番、このレースを制したのは7番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。1番好スタート、5番、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのが5番、これに続くのが1番、その外から6番、その後ろに8番、さらには4番、並んで2番、
最後方に7番白馬、鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、1番レースを引っ張ります。その隣に5番、その横に4番、その後ろからは8番、その隣に6番。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあ、この辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは4番8番、それに続きます。これに続くのが3番、その隣に5番、少し離れて1番続いています。これに続いて6番、最後方に2番、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から3番、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から見ていきましょう。3番先手を取りました。8番それに続いています。すぐ後ろに6番、さらには4番、すぐ後ろに5番、最後方に1番、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、3番依然として先頭、その後ろに6番、さらには2番、これに続いて7番、その外から5番、内からは4番、最後方に1番。もう一度先頭から京都競馬場3コーナー坂を上り、そして下っていきます。さあ、先頭は依然として3番8番、ほとんど差がありません。5番、3番手1番、これはかなり後ろからの競馬です。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、先頭は6番、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ、先頭に立ったのは8番8番、先頭2番手は8番、残り 200m、 先頭は5番8番、頑張れるか。残り 100m、 5番差を広げる。2番手は8番、5番独走、5番ぶっちぎりです。5番1着、2着は8番、勝ったのは5番、このレースを制したのは5番。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。白馬揃った、綺麗なスタート。さて、何が行くのでしょうか。6番前に行きそうです。2番、これに続きます。並んで4番3番、この馬もこのグループ。すぐ隣に1番、その外から8番、オレンジの帽子、7番、その後ろ最後方に5番、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から6番、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。2番、それに続きます。青の帽子、4番、その後ろすぐ隣に3番、その横に1番、7番、この馬もこのグループ。すぐ隣に8番、しんがりから5番。もう一度先頭に戻りましょう。6番、依然として先頭、 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで先頭が変わりました。3番、6番、ほとんど差がありません。8番、3番手、1番、いい位置です。さあ、ここからどうか。4コーナーカーブから直線コースに向きました。3番、先頭、差はほとんどない。2番手は1番、追いすがります。2番、いっぱいになった。3番、先頭、差はほとんどありません。あと 200m。 3番、先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番、3番、追いすがります。2番、1着、2着にはどうやら3番、勝ったのは2番、このレースを制したのは2番。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。先行争い何が行くでしょうか。5番前に行きそうです。1番それに続いています。さらには7番6番その後ろ2番後ろからになりそうです。もう一度先頭から5番先手を取りました。すぐ後ろに1番、その外から7番、その外に6番、青の帽子4番、その後ろその外に8番。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは5番、その後ろに1番、さらには7番、その後ろに3番、さらには6番、その隣に8番、その横に4番、最後方に2番。各馬雨の中をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。5番依然として先頭、7番すぐ後ろ並んで1番、その後ろからは3番、すぐ後ろに6番並んで8番、最後方に2番。もう一度先頭から5番依然として先頭、その隣に7番。各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として5番。ここで先頭が入れ替わりました。7番、5番、2番手に控えました。さあ1番、このまま逃げ切れるでしょうか。最後の追い比べ、先頭は1番。後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は3番、懸命に追いすがります。1番先頭、残り 200m、 1番先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。3番迫る、1番先頭だ。1番1着、2着にはどうやら3番、1番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ前に行くのはどの馬か。5番前に行きそうです。2番それに続いています。さらには4番、3番、その後ろ6番、後ろからになりそうです。それでは先頭から2番先手を取りました。並んで4番、8番、すぐ後ろすぐ後ろに1番。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。2番先手を取りました。4番、それに続きます。5番、すぐ後ろ並んで3番、その外から8番、内からは1番、しんがりから6番。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度。2番依然として先頭、緑の帽子6番、その後ろ4番、それに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。6番、6番、さらにリードを広げました。2番手は2番、3番、3番手、1番、交代1番。大丈夫か。後続も追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭は4番、4番、先頭引き離しにかかる。残り 200m、 4番先頭だ。残り 100m 必死に追う4番。2番手は5番、4番、先頭だ。4番ゴールイン、4番、1着2着にはどうやら5番、4番、見事このレースを制しました。
あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ前に行くのはどの馬か。6番前に行きそうです。7番それに続いています。さらには5番2番その後ろ3番後方に控えました。もう一度先頭から。先手を取ったのは6番5番すぐ後ろその後ろに7番並んで2番すぐ後ろに1番、その隣に8番、その横に4番、最後方に3番。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から。先手を取ったのは6番2番それに続いています。すぐ後ろに1番、その隣に8番、その横に5番、7番すぐ後ろ内からは4番、しんがりから3番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。2番、レースを引っ張ります。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。では前の方から。先手を取ったのは2番、これに続いて5番、その隣に6番、すぐ後ろに7番、さらには4番、その後ろに1番、並んで8番、しんがりから3番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。5番先手を取りました。これに続くのが2番、並んで8番、6番すぐ後ろ、その後ろに7番、並んで4番、すぐ後ろに1番、最後方に3番。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは5番、さらには8番、すぐ後ろに7番、さらには1番、その後ろに2番、その隣に4番、しんがりから3番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。5番依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。7番それに続きます。これに続くのが1番、並んで6番。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然として5番、2番手は7番、6番、3番手、1番、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は5番並んで7番、2番続いています。離れて1番、8番、その後ろ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は2番、あと 200m、 先頭は2番、先頭は7番、1番抜けた、5番追いすがります。1番先頭だ、1番、1番1着、2着にはどうやら2番、1番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。2番前に行きそうです。続いて1番、その外から7番、内からは3番、さらには4番、その外に6番、その隣に8番、最後方に5番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。2番依然として先頭、3番すぐ後ろ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。では前の方から見てみましょう。6番先手を取りました。その後ろに2番、その外から8番、間が空いて1番、5番すぐ後ろ、その後ろに3番、さらには7番、しんがりから4番。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは6番、黒の帽子、2番、その後ろ。これに続くのが8番、すぐ後ろに5番、
その後ろからは1番、その隣に7番、4番すぐ後ろ、最後方に3番、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は2番、後続を引き離す。5番、ほとんど差がありません。6番、3番手1番、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭は5番、その外からは7番、内からは1番。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは7番、残り 200m、 先頭は7番、1番先頭です。このまま押し切るか。1番差し切った。7番食らいつく。1番1着、2着にはどうやら7番、1番、見事このレースを制しました。あなたの登録した馬があなたの選択した競馬場を駆け抜けます。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは5番、綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭は5番、これに続くのが4番、さらには3番8番、その後ろ6番、どうやら後方からの競馬。それでは先頭から先手を取ったのは5番、これに続くのが7番、青の帽子4番、その後ろ2番、すぐ後ろその外に8番、向正面に入っていきました。それでは先頭から5番、先手を取りました。その後ろに3番、さらには1番、その後ろに4番、その隣に7番。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前に戻りましょう。先手を取ったのは5番、1番、この馬もこのグループ3番、それに続いています。さあ先頭は1番、5番、ほとんど差がありません。3番、3番手、さあ1番、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は1番、離れて4番、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭は3番、先頭、3番、先頭、2番手は1番、3番、先頭だ。3番1着、2着は1番、3番、見事このレースを制しました。